外に出なくても恋人らしいことならいくらでもできる。仕事に行ってくる。おとなしく待っているんだぞ。なるべく早く帰ってくるから、私の帰りを待っていてくれ。この世界？夢の世界だよ。何度も教えてあげただろ。そう、どの辺が不思議？この世界がリアル、君の世界とまるで違うのに。こんな世界をリアルだなんて、現実主義の君らしくないんじゃないか？それはきっと君の夢だからだよ。現実主義の君が見る夢だから、ちょっとばかり世知辛いところもあるさ。だけどそういう夢なんだ。ちゃんと君の嫌いなメルヘンチックな部分もあっただろ。長いなんてことはないさ。長く感じたとしても冷めれば同じこと。冷めればどんなに鮮明だったことも忘れる。それが夢だ。そうだろう。これは夢なんだ。深く考えることは何もないんだよ。どんなことが起こって、どんなに長かろうが、これは夢だ。覚めれば忘れる。
夢だ。自由に振る舞って楽しめばいい。夢だと分かっていれば、どんなことも気楽だろ。どんなに長くてもいつかは覚めるさ。気長に待つんだ。いつか覚めるから。楽しむんだ。楽しい夢だと思って。夢なんだから、どうせなら楽しいものにしたいだろ。楽しい夢を見るんだよ。私がいなくなっても後任の誰かが時計を直す。それで世界は滞りなく回る。お前のように唯一の存在ではないんだ。ありがとうな、時計屋。礼を言う必要はない。仕事だ。すめての。おう、仲いいぜ。仲良くない、仕事だ。お前こそゴーランドと仲がいいとは知らなかったぞ。お、なになに、焼き餅か。いいなあ、時計屋。遅巻きの青春だな。今度からお前のところの仕事は受けないことにしよう。嘘、嘘です、嘘。ふん、お前は短気なんだよ。へえ、かわいそう。こんな奴と一緒だと疲れるだろう。素直に言えないのが居候の悲しさだよな。こいつと言って疲れないわけないだろ。あー、でも家主の前じゃ言えないよな。
あんたって結構気遣い屋なんだな。女でこいつと過ごしてて気がめいらないやつなんかいないって。俺はいいやつだと思うけど。いるだろ、男友達ならいい評価でも女に好かれないやつ。こいつってそういうタイプなんだよな。お前と友人になった覚えはない。ほらほら、こういうやつだからさ。よかったな、時計屋。何がいいんだ、痛い。お前のところの仕事はもう受けたくない。勘弁しろよ。あんたって心の広い女だな。こいつマジで女受けしないんだぜ。嫌になったら俺のところに来いよ。他に騒動も抱えてることだ。遠慮しなくていい。いつでも歓迎するぜ。帰るぞ。そんなに可愛いやつになったんだ、時計屋。うるさい。当分お前のところの仕事は受けない。いないと落ち着かない。あまり出歩かずに私のそばにいろ。こいつとの生活に疲れたらいつでも来いよ。逃げ込み先があるのっていいだろう。
愛想をつかされないようにしないとな、時計屋。私がお前に愛想をつかす方が先だろう。ははははつかすほどの愛想もねえだろう、お前。遊園地のフリーパスをやるから遊んで帰れ。いらん。お前にやるんじゃねえっての。こいつと一緒だとストレスたまるだろうからな。発散してこいよ。こいつがいないときに二人で遊ぼうぜ。やつと遊ぶ方が楽しいんだろう。私といても私とやつは同列扱いなんだな。何に乗るんだ。乗り物に乗るんだろ。それともホラーハウスにでも行きたいのか。私といるとストレスがたまるそうだからな。付き合ってやる。あるのか。ヤツとも遊ぶんだろ。そうか。何に乗りたいんだ。好きなものを選んでいいぞ。ああ、私は特に乗りたいものがないから、お前に合わせる。ない。
いいぞ、何でも好きなもの。別に一つでなくてもいい。切羽詰まるほどの仕事は溜め込んでいないからな。好きなだけ付き合ってやる。まあ、いくらでも。手始めに何に乗りたい？そうか、あれか。しょっぱなからあれ。まさか。よかったな。楽しいぞ。退屈など、苦手じゃない。
次もこれに乗るぞ。無理などしていない。意地など張っていないし、吐いたりしない。わかった。次だな。次来た時に必ず乗る。お前はジェットコースターが好きなのか？一番好きだと言った。必ず乗る。